ジェームズ・セス・フランコフは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ローリー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のアリゾナダイヤモンドバックス所属。2010年の MLB ドラフト13巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。参加のマイナーに6年間在籍したが、メジャー出場を果たすことができないまま2016年3月に、自由契約となった。 2016年シーズンはロサンゼルスドジャース参加でプレーした。2017年にはシカゴカブスと契約した。6月7日にメジャー初登板を果たすが、メジャーでの出場はこの1試合のみの登板だけだった。9月1日にディフェとなった。2017年9月4日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍したがメジャー及びマイナーともに登板機会はなく、 オフの12月10日に自由契約となった。その後、同日中に久保リーグのトサンベアーズと契約した。当時のトサンは、ダスティン・ニッパーと及びマイケル・ボーデンとの残留交渉が決立し、二人ともチームを去ったため、新外国人を探していた。2018年は、シーズン序盤から先発ローテーションに定着し、シーズン18勝3敗。 平均実績点3.74の結果を残してシーズン最多勝ちを取った。さらに SKY バーンズとの韓国シリーズでも2回戦で文章元に投げ勝つなど良い成績を残した。2019年は故障で登板できなかった期間が長く急章にとどまり、同年限りで都産を退団した。2020年2月13日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが、 7月14日に FA となった。その後、8月11日にマリナーズとマイナー契約を結んだ。8月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月19日にマイナー契約となり、参加のプル a 級タコマレーニアーズへ送られ、翌20日に FA となった。2021年1月5日に、 アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。シーズンでは5月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。